こんにちは私は今甲甲府府駅にいます甲府はいつも人があまりいないのですがこの日はたくさんの人が改札から出てきていますというのも甲府でお祭りがあったからなんです今日は皆さんにそのお祭りの様子をご紹介します 待ち合わせをしていたちささんと会えました。エスカレーターで降りて、外に出ます。すガイドブックをしてます。ありがとうございます。ますね、ガイドブックをもらいました。新元校祭りと書いてあります。 はい、終わった後いかがですか。はしごだけってやってるんですけど。へえー、いいですね。えー、えー、もし興味あるでどうぞ。はい、ありがとうございます。へえ。なんかジンバルそれいくらしました。ジンバルそれ。これ一万いくら。楽天で買いました。俺俺も買わなきゃと思って。<laughs> あ、何に使うんです,かすえ。え、ユーチューブ。今からこの方がどれくらいの間ユーチューブをやっているのか、そしてチャンネル登録者数が何人か聞き取ってみてください。 ただから、僕、まだね、やってから、まだ二、ね、ヶ月ちょいなんで。まだね、六十、六十七日、まだチャンネル登録ないんで。ソリチャンネル、それ、多分出てくると思いますので。でソリドットチャンネルで。ソリドットチャンネル。うん、ソ,ソリチャンネルです。<laughs> <laughs> ソリチャンネルへのリンクを。概要欄に貼っておきます。アンケートお願いします。こちら、入浴剤なんですけどあ。ありがとうございます。アンケートをお願いされました。入浴剤がもらえて。ラッキーでした。 人がたくさん歩いてますね。さすがお祭りです。ここはお祭りの行列に出る人の待機する場所、待つ場所みたいですね。ナルトの忍者もいますね。

行列に参加する人たちが歩いていました。これはまだ本番の行列ではありません。あれはホラガイと言います。お この掛け声聞いたことがありますか？エイエイオーはよく運動会などでも使われますが、始まったのは戦国時代だそうです。戦いを始める前にこの掛け声をかけたのだそうです。このお祭りは信玄公祭りというお祭りです。 信玄公とは武田信玄のことで甲府に住んでいた戦国武将です。戦国時代は戦いの国の時代と書いて15世紀後半から16世紀後半ぐらいの間戦いが続いた期間を指します。今国は日本とか アメリカとか韓国とかのそういう国の意味で使われることが多いですでも昔は今の県みたいな地域がそれぞれ国と呼ばれていました山梨は「甲の国」でしたなので戦国時代というのは日本の中で 国同士で戦っていた時代です。さて、その貝の国の武将が武田信玄でした。信玄は戦いに強くて有名でした。その信玄を記念して、年に一度、甲府では信玄公祭りがあります。信玄がたくさんの家来を連れて、 戦いに行く時の様子を再現する行列がメインのイベントですでもそれだけじゃなくて仮想行列やダンスやコンサートがあったりお店がたくさん出ていますカあいますカブトというのは戦国武将たちが 戦う時にに頭を守るためにためかぶっっものででいいですすすいいいねねお祭りっぽ楽しそうですね。 観光客の人が浴衣を着ていますね。でも日本人が浴衣を着ていない理由はこの日がもう秋だからです。浴衣は夏に着るものです。なので夏のお祭り、特に花火大会などには若い子が浴衣を着てきます。 皆さんも機会があったらぜひ来てみてください文化の盗用だと思われることはないので安心してくださいかわいいですねありがとうございますこれは何ですかグ<れ>マグロ<ー>マグロへえマグロあっサメじゃなかったサメじゃなかった <laughs> マグロの着ぐるみを着ている人を初めて見たのでちょっと面白かったです <noise> こちらではダンスをしていました <noise> んー これこう,う名物だったんだ新賢さん、はい、新賢さんこれ信長なんですよ信,信長,よ信長信敵かよ <laughs> 実は私たちがかぶっていた兜は信長の野望というゲームの兜でした信長というのは織田信長という別の戦国武将です

ありがとうございます IPA が飲みたいんですけどでも酔っ払いたくなかったらやっぱこっち系の低いのを選んでこれも美味しい間違いないけどはいどうぞはい,い400円おっいありがとうございますいただきますありがとうございますい私が買ったビールは 甲府のクラフトビール屋さんで作っています。駅から歩いて15分ぐらいのところにお店があって、1階でビールを作っていて、2階はお店になっています。ビールが好きな方は、甲府に来た時にはぜひ行ってみてください。ビールはもちろん、食べ物も美味しいです。特に私のおすすめは、 味噌クリームほうとうとパスタですぜひ試してみてください食べ物も買ったのでここで座って行列を待つことにしました行列が来たのは暗くなってからでした 今回私が信玄公祭りに行った理由は今年の信玄役の人を見たかったからです毎年信玄役として有名な人が来ます今年はなんと女性で富永愛さんでした富永さんはモデルで女優ですきっとすごく素敵なんだろうなと思って Before we continue, let me tell you about my course. Ever wish to master perfect Japanese pronunciation and adopt a native accent? Well, we've got just the course for you Japanese phonetics with Umi. In this course, we explore Japanese pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation through engaging video lessons. This course is designed for those who can read hiragana and katakana as we don't use romaji because romaji interferes with your pronunciation. While beginners are welcome, having some prior Japanese knowledge can be helpful, especially when it comes to understanding pitch accents related to conjugations. But please don't worry. It's not too advanced for beginners and not too basic for advanced learners. And you can ask questions anytime on the forum page. You can also receive feedback by uploading your audio to the forum. The link is in the video description. Don't miss out on this opportunity to improve how you sound when speaking in Japanese. Join us today <noise> あどうでしたかめっちゃかっこよかったですマジでかっこよかったとてもかっこよかったですこちらの動画は出発の時の様子だそうです美しいですねこの動画を使わせてくれた市川さんお祭りに一緒に行ってくれた千佐さん どううもありがとうございました。では今日の動画はここまでです。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。またねー。 おーおー、これご自分の持ち物ですか？そうすかえ？値段値段値段聞きたい値段はあのゼロマはえー、っと六個ぐらいです。六、えー、個？十万違う。五個つくとゃい,やい,いくら？え百いくんですか？何十万単位ですか？そう。ですね